こんにちははるかぜツアーです今回は帯広空港からクラクフへのフライトスケジュールをご紹介いたします帯広空港を9時30分に出発いたしますとクラクフへは同日の22時35分に到着いたします日本国内では羽田空港でのお乗り継ぎです羽田を出発いたしますとドイツのフランクフルトに入ります ここで航空機を乗り換えてクラクフへと向かいます航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございますポーランドへのご旅行につきましてはクラクフをはじめどのようなことでもお気軽にお問い合わせください今回は帯広空港からクラクフへのフライトスケジュールをご紹介いたしましたありがとうございました